一発入ったかなとは思ったんですが、そうですね。しかしここで一撃再びのダッシュ、うわー、フライホイールのタイミング合わず、ここは赤選手速やかなダウンを取りました。ここで強行開始の懐中時計を使って救助に向かっています。当てた。ただ持ち選手もこれはちょっと取られそうですね。ダウン、ダブルダウンを狙っていく。耳鳴りは小屋の中だが、地下隠密を見破った。いい策的ですね。これがイエロです。狙っていきそうだ。読み合い、動かないという強さを見せた三田での読み合い。アイテムがない、寸止めまでは耐えられない。ここで救助を使います。しかしこの弱いポジションで読み勝ち続けている破滅選手、このダッシュ止めることはできない。1はほとんど割れている。8が力を超限界まで生かしきりましたが、判定の強さ、記者のアイテムはもう加速に使いましたかね、自身の、はい、うん、幻影を出している間はその付近では足が速くなります。記者、さあここで1ダメージ。さあどこに行った、キッドはどこにいる。ここでため攻撃、ダウンを取りました。セカンドチェイス、滞りないですね。板間勝負ですね。境界内まで いけないと早めに踏みましたね。そうですね、さあここで追走を使ったところに乗り越えてきた。きっと跳躍ミスからの追走でした。ここで救助者の心理学者に一撃、心理学者をダウン。さあ瞬間移動に切り替えて、またもユンピーのチェイス、乗り越えて一撃。さあ追走に惑わされることはなかったユンピー、ただここでダウンです。さあサバイバーは先ほど治療の時間も取っていました。暗号機は 73% から動いてはいません。ここで見つかった心理学者、心理学者のダウンです。ダメージは受けてしまうか。ここで庭師のダウン。瞬間移動のクールタイムは上がっている。揺れも見ている。飛びそうですね。さあモノペリのところへ瞬間移動。この圧倒的機動力、またも心理学者のダウンです。そして2人で暗号キーを徐々に回してという動きになるでしょうが、さあ見つけている。ユンビートの駆け引き、いた先倒しが間に合った。カゴは張らずに乗り越えて、ただ遅乗り越えだった。ギリギリまで回していました。チェイスドンと来いという左上の占い師です。さあ推進機とイッターのトレード。さあ推進機を巻いている。この板を割ってから、いや鬼没打っていった。落下攻撃はフライフォーで透かした破滅、読み切ってましたね。ここは少し間に合わない。ロケットダッシュ、この遅さというのもあります。さあ使い取り溜まっていた。かなりせかす形を取れました。そうですね、攻撃は当たらない。ダブルダウンも欲しいところですね。ですね、ここをダブル取れないと順当に4人通電していきそうな進捗ではあるんですが、カズネコに一撃、見事救助入りました。フライフォールでかわす。カズネコが寄ってあげます。天使少しでもノックバック。そうですね、それで鬼没はタン。さあ骨董賞に当たっていました。これは大きい。仲直りないこと読みでの鬼没でしたね、はい、そうですね。そして今破滅選手もしっかり自らピエロの方に当たりに行くようなフライホイールからのフクロウと。さあ使い取り何話目だ、はい、破滅信頼あってのスイッチ切りが決まりました。隠密したんですよ、ちょっと足を。さあ痛んで決めていくソーラまずは使い取り、スカス未来館です。さあ影が一つつながっているポジション、まもなく3台目が上がります。残り2台のスカーズ、無傷救助決めていった。たこ焼き窓加速は入らないソーラだが、あここ板越えていけた。使い取り殴らせて、そのようなつけるタイミングでした。そうでしたね。
まもなく残り1台、たこ焼きの壁、健康状態の傭兵が合流していきます。日当てで壁に潜り込んで、はい、これ板が、ここで板間のスタンを、うわー素晴らしい、浴びさせたたこ焼き、狙いもありましたか。クールタイムがまた発生していきます。そして、はい、おさあバトンをつなぐ、これ4人通電できますよ。硬直発生、ここで上げていきます板さん。ただそこにはソーラ使い取りが溜まっている、いやフクロウが溜まってるんですよね。これこれがソーラの扱う占い師、はい、まだにフライホイール合わせたがすぐ追いつく未来感です。はい、その間しっかりたこ焼き選手も救助に来ていたので、サバイバーが勝利したチームはスカーズ、ラウンド1を見事取り切りました。5対3での獲得です。いい対策を見せていますフェンデル。おお信号銃避けていったピーター。まあ、ただ避けるにしても時間は使わされたピーターではありますね。はい、さあモノピーの空軍に対象が入れ替わります。先ほどまで距離が開けてくれるわけではないところ読み勝ったのはピーター。負傷はあくまでも広げさせる。はい、まあチェイスに決定力のあるこのサングリアなので、ここもクリアしていきます。強いポジションが出来上がるところを肘あって完璧です。いやーうまい、ただしっかり追いついた、非常にいいプレー。それに対してまだ追いつけるサングリアの力です。はい、他のハンターであればもうなんか深追いを諦めてもおかしくないぐらい、うんうん、いいプレーのカットではありましたが、はい、ターゲットチェンジ、農家の能力はいつかは吐かせたいというピーター目線です。タメ攻撃にフライホイール、板を当てに来たところですが早すぎたサングリアです。サングリアを使いたい、練習したいという方は本当にこのピーターの試合というのは参考になるでしょう。また一つこうカゴをクールタイムに入らせているというところ、ユンピーのダウン、起死回生を吐いています。深追いのしなさがピーターらしさですかね。そうですね、機動力が少し止まった瞬間移動があるわけですが、球場を挟みます。ため攻撃、ユンピーのダウンを取り切ります。水槽で戻るわけですが、ここでカット見つけていきます。見つかりましたか、ダウンを取り切りました。今の一ついいチェイスというのが4人に必要と、4人に必要ですね。要求値は高いですね。そして深追いはせずともターゲットを変えてのキットのダウン、